今年はですね、来年からスタートいたします長期経営構想フェーズ3、つまり、日本にとってもですね、大変大きな節目になる2020年に向けてですね、長期経営構想を練る重要な年でございます。この度、その坂田さんにはですね、その計画段階から陣頭指揮を取ってもらおうということにいたしました。坂田は入社以来、ビジネスソリューション系の営業ということを長く携わっております。直接お客様と関わる営業部門に携わって、豊富な経験もございますし、本当にお客様の関わるさまざまな課題等についてですね、深く掘り下げて、その課題解決に向けて、的確に解決する能力、あるいはそれを実現する粘り強さ、こういったことを思っておりますので、今後新たなる成長戦略を着実に進めていただくことと確信をしております。若い頃従事した事業の中でですね、携わった事業で我々事業としてもうすでに新しい技術投稿の変化等に受けてですね、やめてしまった事業のに深く関わっていた時代があります。多分大変悔しい思いもしてきたんだと思いますけども、そういったその事業構造のさまざまな変化の中で、次に何をやるべきかということを深く追求してきた人間であると、ということを私は評価して、今回坂田に後を引いていただこうということをやりました。私はですね、今まだ具体的なお話は皆さんになかなかちょっとできるほどのまだ知識もありませんので、まずはやはり村瀬会長、川崎社長が言いました、強い経営基盤と、そして多くのお客様をですね、拡大そして成長させていきたいと思います。ただ今ご紹介ありましたように、営業経験が非常に長いものですから、この数年非常に景気の動向に業績も左右されたところもありますので、ぜひですね、極力景気に左右されない強い販売力がある会社にしていきたいと思います。